はい、というわけでじゃあ今回開封するのは渋谷道玄坂 T ベースですね。ソフビショップで購入したブラインドトイ、ブラインドボックスですね。ザ・セブンバブルズというシリーズで、こんな感じのラインナップになっております。ちょっと気になってた T ベースというお店に来てます。ソフビの専門店ですね。というわけでじゃあ今回開封するのは渋谷道玄坂 T ベースですね。ソフビショップで購入したブラインドトイ、ブラインドボックスですね。ザ・セブンバブルズというシリーズで、こんな感じのラインナップになっております。これはシークレットカラーがこの全部クリアカラーですね。こっちがスタンダードのキャラクターたち、こんなラインナップになってます。ちょっとねこのキャラクターに関しては僕何も下調べなしでパッと見でちょっと気に入って、購入したものになりますので、まあ、ちょっとね実際にもう早速開封をして、どんなキャラクターかねじっくり実物を見てみたいなと思っております。はい、というわけでじゃあこのセブンバブルズね開けていきたいと思います。ソフビとかすごい情報を知ってる方だったらもう有名なキャラクターかもしれないんですけど、まあ、僕もねこの、ツナボーイに関してはでっかいものをね T ベースで現物を見てきたんですけども、まあ、どれも可愛いキャラクターなので開封する価値があるかなと思いました。はい、というわけでじゃあ開けていきたいと思います。これも下から綺麗に開けようかな。箱もねちょっといい感じなので、ちなみに価格はオーソドックスなブラインドトイと同じ1300円で購入することができました。はい、というわけでじゃあちょっとここからいけるかな。あ、ちょっとポップマートとかとは若干構造が違うから、あーやばい、これ汚くなっちゃうなあ、ここからいっちゃいますか。よいしょ。じゃあ開けるの下手すぎ。これちゃんと、あ、大丈夫そうですね。はい、じゃあいきますね。これもしかしたらこの状態から出るかもしれないですね。どうだろう、いきます。あ、ちゃんとブラインドされてますね。結構小ぶりな感じなのかな。しっかりね中見えなくなってます。じゃあ開けていきたいと思います。どんなキャラクターなんですかね。いきますよ、せーの、じゃじゃーん。うわ、かわいい。あ、
これツナボーイですね。うわーかわいいソフビがそのまま小さくなったような感じですね。あ、めちゃくちゃかわいい。なんかちょっと宇宙人みたいな、なんかちょっと宇宙人みたいな感じですね。かわいい。これいいですね。ほんとソフビまんま、ほんとソフビがちっちゃくなったような感じで、これ自立するんですかね。あ、ちょっと自立は厳しいのかな。おお、まあでも首が稼働するんで、ちょっと首のバランスを考えれば自立なんとかしました。立ちましたね。こんな感じかわいい。あれちょっと待ってくださいね。これまだ袋一つ入ってて、ちっちゃいツナボーイみたいなの入ってました。めちゃくちゃかわいい。これをそのままちょっとちっちゃくした感じ、開けてみましょう。これなんだろう。これまた別のキャラクターなんですかね。ちょっと横に、ちょっとこれ近くに持って、よいしょよいしょ、ちょっと横に置くとサイズ感はこんな感じで、ちょっとだいぶちっちゃいんですけど、でもめっちゃ可愛いですね。でさらにこのお魚もついてて、これは持たせてあげる感じですかね。持ってるのかな。あ、持ちましたね、お魚。砂。あー可愛い、いいですね。あ、これは一緒にこう並べてあげるのが正解かなと。ちょっと寄ってみましょうか。あーいいですね。なかなかイケてます。砂ボーイですね。シークレットだとこれがクリアカラーのものになってるみたいですね。めっちゃいい。というわけで今回は道玄坂の T ベースの Vlog っていう形でお送りさせていただきました。ちょっとねミニ開封も、もうブラインドといい珍しいの見ちゃうと買っちゃう癖をどうにか直したいと思います。散財の輪廻、散財諸行無常という形でね、そろそろ歯止めをかけたいバーナードでございました。はい、果たして散財は止まるのでしょうかというところはあるんですけども、まあ、とりあえず今日はこんな感じでお送りさせていただきました。ご視聴ありがとうございます。バーナード Vlog ではこういった日々、僕の可愛いものを探求していく日々ですね、結構まあアーティスティックな、ちょっとアート寄りのね可愛いものや、キャラクター雑貨、まあ、いろんなね音楽もそうなんですけど、いろんなものをね探求していく Vlog でございます。ライフスタイル Vlog ですね。何か皆様と共通の趣味があれば一緒にね共有して楽しんでいけたらいいなと思っているチャンネルでございます。はい、ちょっとあれ今日なんか若干テンションがおかしいんですけど、まあそんな感じで今日もねバーナードVlogご視聴ありがとうございました。チャンネルの登録はお任せいたしますので、よければ動画をもう一本ご覧ください。というわけでまたのお越しをお待ちしております。バーナードでした。さよなら。